こんばんは。今宵もレースゲーを探訪していくお時間がやってまいりましたよ。本日の題材はこちら。2006年にコードマスターズより発売、TOCA、レースドライバー3です。この前プレイした WTCC の後継作で、グリッドシリーズの祖先に当たるタイトルですね。一応存在だけは知っていて、いつかやってみたいなとは思っていたのですが、意外と希少品というか、結構な値段してましたね。参考までに今プレイしているのが2500円、一応弱プレミアってところでしょうか。入手した数日後に2000円で売ってるのを見かけた時は、まあ、公開しても仕方ないか。おっと、ついつい指示に走ってしまいましたね。それでは第5弾ということで、またプレイの模様をお伝えしていきますよ。まずはメインメニューですね。ストーリー的なものとキャリアモード的なもの、それとフリーレースが柱のようですね。今回もフリーでレースをしてみたいと思いますが、最初から全ての要素が解除されているわけではないので、ある程度ストーリーとキャリアはやっておく必要がありますね。まあ、挙動になれるのにはちょうど良かったかなって感じです。さて、まずはレースカテゴリーを選んでいくところですね。ツーリングカー、オープンホイール、ダート、ヒストリック、トラックなどなど、とにかくいろいろなジャンルのレースを取り扱っているのが特徴。ジャンルの中にはさらに細かくカテゴリー分けされていて、レーシングシミュレーターの名に恥じない内容となっています。さて、本日はツーリングカーのカテゴリーからです。ワンメイクレースの他に、オーストラリア、V8 スーパーカーが選べるのは面白いですよね。ちなみにツーリングカーとは別にまた箱車のカテゴリーが存在します。これだけではないのでご安心を。さて、本日の題材はドイツツーリングカー選手権、通称 DTM で行ってみますよ。今現在も開催されているレースで、すべて公式生配信もされているのでぜひご覧になってみてください。面白いですよ。あ、コースは今回スパで行きますが、カテゴリーごとに走れるコースは決まっています。そこだけ注意ですかね。はい、続いて車の方ですが、チームの違いはあれど DTM で選べるのはアウディ、ベンツ、ベクトラの3台、この辺は、特に言うことはないかな。個人的に DTM 車両は近代の方が好きですね。なんと言いますか、市販車に大きな空力パーツがついてる感じがですね。あ、そういえばこの頃って4ドアがベースだったんですっけ。今は2ドアだったはずですが、この後にオペルは絶対、しばらくアウディとベンツの時代が続くんですよね。ドイツのツーリングカーといえば BMW が外せませんが、意外と参戦は遅くて12年から、そもそも DTM って、おっと、尺がないのでこの続きは後ほどまた。本日はアウディ、A4 を選んでみました。完全な個人の趣味です。ありがとうございました。続いて設定類、海外製ということで難易度は高め、それを見積もってノーマルで、最高尾スタートで周回は2周、安定の組み合わせですね。では早4分経過してしまいましたが本編行ってみますよ。忘れないうちに1速へ、ニュートラルから1速もマニュアルなので注意。ちなみにスタートのカウントが画面に出ることはありません。ある意味リアル、デュアルショック2の特性上、パーシャルで回転数を維持するってのが非常に難しいです。そんなわけでちょっとで遅れてますが、どうせスパの1コーナーは詰まりますからね。さて、まず最初のコーナーを抜けたわけですが、ボタンの回答性といいますか、入力に関する感度が恐ろしく悪いです。ハンドルを切る際は十字ボタンが戻ってこなくなるんじゃないかってくらい強く押してます。指が痛い。ブレーキの初動が全く効かないので焦ります。慣れるまでかなり手前から踏んでしまってましたね。ただタイヤのグリップがいいのか、ちょっとくらいオーバースピードでも普通に曲がってくれます。わかりますか？ブレーキランプがついてから前側に G がかかるまでもラグ、その間はブレーキが抜けたような感覚です。割と怖い。サーキットなら構わないのですが、とっさの反応を求められるラリーでは難しい部分。さて、走行しているうちに6台ほどパス。さらにここの下り一発目で2台仕留めます。突っ込みすぎたとヒヤヒヤしていたのは当時の思い出。ここは跳ねるのであまり無茶はつかないんですよ。いくら最新鋭のレースカーといえどもです。続いては高速左が連続スープオン。電車がいる関係でブレーキを踏んでますが、タイムアタックではほぼ減速なしで抜けられますよ。この世界のタイヤは本当にグリップがすごいです。オーバースピードか接触以外ではほとんどコースアウトはありません。近年のシミュレーターはブレーキを踏んだままステアを入力ってのは難しいですが、ここでは今やったようなレートブレーキングが可能ですよ。それにしてもハンドルが重たい。これってセッティングでどうにかできるものなんですかね。プレイが長くなると爪の跡が指につきますよ。ただキーコンフィグはできますから負担のかからないボタン配置にすればいい話なんですけど、デュアルショック4に慣れた後に2のスティックは、無理。そんなわけもあって今まで首都高やレイラグも全部十字で走ってました。まあどうでもいい話ですかね。
最終コーナー、ここは回収前なのでプロカーの方とは少し形状が異なります。個人的にバスストップ試験は回収後の方が好きですね。はい、これで一周、とりあえず老将台は射程圏内ですね。このままダラダラと実況を続けるのもよろしくないと思いますので、ここからは少し紹介系を。まずこの TOGA について少し追加の解説です。発売は2006年とのことで、PS2 の末期ですね。当時の日本のリアル系レースではフランス一強。単純に比較してしまうとこのゲームもあまり広げたとは言えませんね。収録車種やコース、ゲームモードの違いは当然として、レースにおける最大の違いは破損上限の有無ですかね。初戦の WTCC でも紹介していたポイントですが、これはしっかり引き継がれています。アーケードライクに鍵を振った光景のグリッドでも引き継がれているあたり、ある種のアイデンティティと言ってもいいかもしれませんね。現在コードマスターズが展開しているシリーズはダートと F1 くらい、箱車ロードレースのタイトルが待ち遠しいところです。さて、もう少し語りたいところでしたが、尺がなくなる前に DTM の紹介に進みます。 DTM、古くはこんな感じに市販改造車を用いた熱いレースが、近年ではスーパー GT 特化統一を進めているカテゴリー、そんなイメージがあるかと思います。ただ前車はドイツブーレンバーゲン、マイスターシャフト、後車は最後の部分がマスターズ、微妙に名前が異なります。どういうことかというと、このシリーズは96年、車両コストの高騰が原因で一度終焉を迎えています。当初はグループ HA をベースとした車両で開催されていたものの、93年の価格改定によりマシンが大幅にパワーアップ、市販車の面影を残したモンスターマシンたちは瞬く間に人気者となったわけですが、結果する開発競争は終わりを見せず、車は進化を止めません。そしてその進化はコストの高騰という形で返ってきます。あとは最初の通りですね。その反省を生かしてスタートしたのが DTM 向き、こちらはレギュレーションによりコスト高騰を抑えています。その回もあってか現在もツーリングカーの人気カテゴリーの域を確保していますね。さて、ここまでが栄光と挫折と最高の歴史でした。速さを求めたがゆえの失敗。やはりレースというものは単純ではないのですね。あ、話に夢中になってるうちにトップまで来てました。それに残すは最終コーナーのみですか。いやはや、紹介に夢中になると一瞬ですね。息を間違えかけましたが、バスストップ試験を立ち上がりました。回収後走っていただけにこのレイアウトはほんと慣れませんね。おっと、そんな話をしているうちにゴールしてました。とりあえず下克上達成です。後半実況はほとんど放棄していましたが、まあ、一応メインは紹介っていう体ですから、これで良かったと思いましょう。というわけで本日は、TOGA、レースドライバー3の紹介でした。ここ最近、というか第 0.5 回以外は現行機でのタイトルを取り上げていましたが、一応古今東西とついたシリーズですし、古き良きものもここで紹介できたらなと思っています。現状題材はいくつか用意できているのですが、まあ、他との兼ね合いがですね。さて、少し話が逸れましたが、ここからはこのゲームのまとめを。私はこの TOGA3、非常に楽しめました。なんといってもこれ一本で当時最新のレースカーから歴史を彩った名車、すべてが堪能できる点です。現行のレースゲームでは複数のレース形態を収録しているものが多いですよね。それと似た感じ、個体数が少なく少し価格が高騰気味ですが、興味を持っていただけた方はぜひプレイしてみてくださいね。それでは今回はこの辺で、お付き合いいただきありがとうございました。